平成19年12月5日、阿蘇山上で阿蘇中岳第一火口の大噴火を想定した防災訓練が行われました。この防災訓練は各機関の連携を目的に阿蘇火山防災会議協議会が毎年行っているもので、自衛隊や消防、県警など関係者らおよそ400人が参加しました。今回は爆風を伴う中岳大噴火で有毒ガスが噴出、訪れていた観光客約40人が重軽傷を負ったという想定で行われました。訓練では阿蘇市役所に災害対策本部、阿蘇人工スキー場跡地に現地本部を設置し、出動要請が入ると県警や消防などの緊急車両と防災ヘリが次々と災害現場に向かい、救助した負傷者は現地本部で負傷のレベルに合わせ緑、黄色、赤の3つに分けて救護に当たりました。また阿蘇山上に整備してある防火水槽を使った初の消火訓練も行われました。